はい。工房説の永田です。くさびと書いて、説と呼びます。はい。えっ、ー、と、もう明日ですね。クリーパー始まります。今日これから東京向かうんですが、えっ、ー、と、手持ちで持っていくグラストが2本できました。はい。えっ、ー、と、ツートーンカラーのローズとコブ木でございます。 ちょっとね、なんかオレンジっぽい色になってるんですけど、もうちょっとね、違う色。なんだろう、もう,もうちょっと紫。まあ、こっちの方は少しちょっと白,白バラ茶に近い感じ。こっちの方は濃いんですけど、なんかちょっと色具合が、ごめんなさい、カメラ通すと違う。皆さんの画面で見ると、ちょっと違った感じになるかもしれませんけども、あの、今まで紹介してるのをずっとこの目と色変わりません。ただ、ツートーンです。どうでしょうか。はい。おお、びっくりした。 はい、こんな感じ。はい。うん。まあ、6対4ぐらいな感じで。うん。もう少し狭くてもよかったなと思ったんですけど、まあ、ちょっと、2本取るためにはこうせざるを得なかったというところで申し訳ない。えっ、ー、と、それでもごめんなさい。ちょっと、このツートの材料がね、意外に高くて、はい。すみません。3万8千円、2本ともつけております。まあ、クリーパ。 クリスマスパーティー、まあ何かしら。うん。もちろん極上のやつは持ってっておりますが、僕はね、極上ほどではないんですけども、まあこういう大きめのツートン、やっぱり大きい分迫力ありますよね。うん。僕は悪くはないんですよね。うん。まあ極上と比べるとというところでしょうか。はい。まあ、こんな感じで2本ご用意いたしました。はい。えっ、ー、と、 グラソまあ、えー、ローズと小文句増えたんですけども、ツ,ツートンと、あの、仮の紅白と仮の小文は一本ずつ OK を出してるんですけど、ローズと小文句はツートンであってもダメです。えっ、ー、と、ローズと小文句は、ーズとはグラスソは一つ。グラスソ買って、ルーチェペン買って、ペンシル買うのは OK。えっ、ー、と、そんな感じでよろしいですか。はい、えっ、ー、と、 100種類でローズと小分目、まあートンであろうと1本にしてください。デザートはやウトも一緒,一緒ね。一緒、1本ね。うん。お願いします。まあ、こういう形ではい。ではでは。他 <laughs> マジでやばいっすね。うん。やっぱりちょっとイベント詰めすぎました。うん。でも明日、皆様のお越しお待ちしております。えっ、ー、と、朝、バタバタして、 動画撮れないかなと思います。もし撮れた場合はね、あの、見ていただければなと思います。はい。えっ、ー、と、せめて、なんか、ツイッターとかでも写真でも上げてたらなと思っておりますが。はい。えっ、ー、と、あとは、皆さん大丈夫ですかえっ、ー、と、はがき忘れないでくださいね。はがき忘れるともう、大変なんで、はい。すいません。はがき忘れないでください。で、他の方のところね、見たい方、できれば見てほしい。 なので LINE 登録ね。早い時間の方は LINE 登録。はい。えっ、ー、と、午後ね、2時、3時ぐらいになる方は、あの、紙の整理券で大丈夫だと思いますけども、すいません。えっ、ー、と、いろんな方います。いろんな文も売ってます。はい文。文具店さんもいっぱい出ております。えっ、ー、と、ワークショップも楽しいかなと思いますし、射的、楽しいと思います。はい。 社的ね。うん。あの、若年層の方は、<laughs> インクとね、ペントレートをオーブナーなのでいらないっていう方多いかなと思いますけど、うん。ペンも用意した方がいいかなうん。どうなんでしょう <laughs> その時のノリでありますよ。あの、出した場合はありますって、えっ、ー、と、ツイッターで叫ぼうかなと思っております。ではではまたよろしくお願いします。